秋氏のゲーム部屋。皆さんこんにちは、アーキッシュと申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターやっていきたいと思います。さあ以前作ったこのサイボーグトリケラ、はい、こんな感じでですね、ドリルと背中のですね、はい、刃が回って、しかもねトリケラかなり大型化してね、サイボーグ化しました。このようにですね、めちゃめちゃ強いんですよね。いつも皆さんコメント、そしてたくさんのいいね、ありがとうございます。お気づきの方もねかなりいらっしゃったんですけれども、こちらのトリケラはですね、ゾイドに出てくるマットサンダーをまあパクリというかオマージュというかインスパイアというかまあ参考にさせていただいたんですよね。このトリケラだけじゃなくてですね、はい、こんな感じでですね、パキケファロサウルス、アンキロサウルス、パラサウロロス、ティーレックスとね、いろんな恐竜をメタル化してきました。はい、ここにですねトリケラも加わって、おっとごめんよ、サイボーグ恐竜軍団がどんどん増えてってますね。いや、なんかねトリケラとかね、ティーレックス、アンキロとかね、もう人気恐竜ばっかりじゃねえかと、他のねマイナーな恐竜もねいじってくれと、そういうねリクエストもいただきましたし、あとね弱い恐竜をね最強にしてくださいとかね、ちょっと日頃あまりですねいじってないやつを今日はねサイボーグ化したいんですよね、恐竜の中 で。前回はねこういうねアーマードラゴンをね作ったんですわ。普通にね大きい翼で空も飛べてね、空中戦も行えるんですけど、改めてね今まで作った中でもっとね空中戦の相手が欲しいと、空中戦でねサイボーグ化されてるやつってね全然いないんですよね。というわけで、日頃あまりいじっていない恐竜、そして空中戦ができると言ったらもはやあいつしかおりません。まあ恐竜というかね翼竜なんですけれども、爬虫類の中にいますね、プテラノドン。これコスト16でめちゃめちゃ弱いんですよね。はい、こんな感じ、非常に可愛らしい。このプテラノドン、昔からね、いるキャラクターではないんですよ。このプテラノドンよりも先に、このワイバーンがね、出て、数少ない飛行ユニットのうちの1種類ですね、プテラノドンは。プテラノドンのコストが16ですよね。16といえば、人間のこの騎乗兵、ハサーよりも低くて、なんと、この、不良青年スローモーよりも弱いんですよね。まあ銃持ってるからな。まあ動物で言うと北極グマと同じぐらいのコストですね。無脊椎動物カテゴリーで言うとこのクモの半分ぐらいのコスト、肉食恐竜で言うとこのデイノニクスと同じのコストですね。せっかく同じコスト同士なんで、こいつとこいつ戦わせてみましょうか。さあ同じコスト同士でバトルを見ていく。さあこれでですね、どんな感じにするかもちょっと検討していきましょう。さあこの機動性を生かしたい、おーす、激しい空中戦、どうなってるどうなってるこれどうなってんだ。おー、デイノニクスの素早さ相まってプテラノドンと空中戦を仕掛けていましたね。いや、なかなか機動性のあるバトルですね。しかもいい勝負。おー、デイノニクスが勝った、プテラノドンが負けましたね。おー、いい勝負だったね。最近大型ユニットばっかり出てきてたんで、やっぱり地味に見えますよね、攻撃方法とかが。なのでほぼほぼね今までやられ役だったんだけど、今日はこのプテラノドンを大型化して、もう1体でもねどんどんとユニットをねやっつけるようなサイボーグ化を施していきたいんですわ。同時にねちょっとかっこよくしていきたいよね。なんかね顔が間抜けなんだよな。まあコンセプトとしては、空中からねもう大量のミサイルを爆撃するような、そして今日もゾイドオマージュでいきたいと思います。さあ改造していくぞ。はい、というわけで完成いたしました、サイボーグプテラ。はい、ちょっとプテラノドンとね並べてみましょう。はい、まず大きさなんですが 1.6 倍にして大きくしました。これによって大型のモンスターや恐竜とも戦えると。で、顔がねちょっと間抜けだったんで、はい、こんな感じでね、なんかこうシャープな感じにしたいなと思って、はい、ここに目があるんですよ。これをですね、はい、このように隠して、で赤色のねバイザーをつけました。もう今にもね狙撃しそうなね見た目でしょ。さあそして先っぽの方をね尖らせたかったので、先端にソードがついております。しかもこのソードローテーターでね回るドリルになりますね。プテラノドン結構ねくちばしから突っ込んでってたんで、この先端にねドリルがあったらかっこいいんじゃないかなと思ってつけました。やっぱね空から爆撃したいと思ってミサイルランチャーを装備しております。ただね、この世界のミサイルランチャーってね、ちょっと剥がしますよ。なんかね富士壺みたいなんだよね、ちょっと気持ち悪いなと思って隠しました、表面をちょっとミサイルポットっぽくなったんじゃないかなと思います。なかなかかっこよくサイボーグ化できたんじゃないでしょうか。まあちょっと戦いぶり見ていきましょう。じゃあまずプテラノドンのライバルですね。ライバルといってもコストかなり高いんですけれども、ワイバーンと戦わせてみましょう。レディーゴー。
さあ、飛べてない。飛べるか。よし、大型化したからね。おお、一瞬で勝ったぞ。でもなんかうまく飛べてねえな。同じプテラノドンでちょっと空中戦を見てみますか。4体ぐらい楽勝で倒せますね。さあ行け、サイボーグプテラ、飛び立て。飛ぶまでもないと言わんばかりにミサイルを発射した。全然飛ばねえじゃんこいつ。いや、激しい空中戦が見たいんだよな。というわけでもうプテラノドン大量に配置しちゃいましょう。これでもう空飛ばざるを得ないだろう。さあ飛び立った、飛び立ったぞ。おー、群れてる群れてる、めっちゃ群れてる。お、どこ行った、どこ行った、どこ行った、どこにいる。あ、いたい。え、どこ、おい、どこへ行くんだお前ら。旅立ったプテラノドンがなんか逃げ出した。さあ気を取り直して再戦だ。さあプテラノドン飛び立つ。さあ大量のミサイルで、おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。そうだよ、レーザーもね積んだんですよね。口にレーザーも積んであります。おお、いいじゃんいいじゃん、ちゃんと飛べたわ、よかったわ。なんかジタバタしてっけどな。まあサイボーグだからいいか。いや、しかし強いな。プテラノドン16体余裕で倒せましたね。これならもうデイノニクスがね、もういくらいてもね、まあ初めは負けたけどさ、全然勝てるんじゃねえかな。見ていきましょう。デイノニクス40体 VS サイボーグプテラ。さあ飛び立たない。なかなか飛び立たない。お前らには飛ばなくても勝てると言わんばかりのこのふてぶてしさ。おー、勝ってから飛んだよ。ウケんなこいつ。ナメプ、フルフルアシとちょっと戦わせてみましょうか。こいつも空中戦できますからね。見ていきましょう、レディゴー。さあ空中対決、大量のミサイルがフルフルを襲う。さあフルフルの電撃でプテラもやられているぞ。あー、激しいドッグファイトだ、空中でのドッグファイト。おーっと、2匹とも落ちてった。おー強い、メカプテラが勝った。おー、フルフルが落ちていく。よし、ちょっと鎌田くんと戦わせてみましょう、レディゴー。さあ鎌田くんには勝てるのか。さあ大量のミサイルを浴びせていく。さあ空からの爆撃だ。ビームに弾かれてるな。おー、強えなこいつ。このドリルが地味に回ってるのもいいね。ほんと地味に回ってんな。よし、こんだけ爆撃能力があるなら戦車にも勝てるはずだ。見ていきましょう、レディゴー。うわー、戦車の手法にやられてる。さあミサイルでアンキロを襲う。よし、中のアンキロが倒れた。よっしゃー、 HP ゲージ、あ、結構生きてんね。さあメカプテラなかなかいいんじゃないですか。ちょっとこいつ量産したくなってきましたね。いやー、なんかね、変態を組んでね戦ったらね、かっこいいんじゃないかなと思うんですよ。よし、3機だ、メカプテラ3機部隊。これならサイボーグティラノにも勝てるんじゃねえかな。見ていきましょう、レディゴー。さあ始まったぞ、激しい戦いが。おー、電撃で弾かれる。いいねいいね、あ、かっこいいかっこいい。3機もいるとやっぱ見応え抜群だわ。おー、爆撃完了。1機もやられてないね。いや強い、このプテラフォース。いやー、こうなってくるとね、ちょっと人類を駆逐したくなってくるよね。アーチャーアーチャーを大量設置、もう100人ぐらいちょっと用意しよう。100人用意して、このアーチャーアーチャー軍団、いやでもこれ舐められないよ決して。アーチャーアーチャーの弓矢もねすごいからね。よし、アーチャーアーチャー100人 VS プテラフォース、見ていきましょう、レディゴー。さあどっちが勝つんだ。さあプテラフォースが上空に舞う。さあ爆撃していく、どんどんと倒される。アーチャーアーチャーどんどん爆撃されていく。うおー、迫力がすごい。もう2機で十分だと言わんばかり、1機動いてないもんね。ナメプテラだな本当に。いやもうこれ1機でも勝てるんじゃね。ちょっと見ていきましょう。さあ100人に対しての1機、さあどうなんだ。ミサイルを発射する。おー、すげえすげえすげえ。よ、いや、避けてんじゃん。いや、避けてんじゃん。おー、かっこいいこいつ。かっけえかっけえ。しかも連れ去ってる。おー、いろんな攻撃方法がある。いや、かっこいいぞ。いいね、いいね。いや、変態組むのもいいけど、一機の方が結構かっこいいかも。いや、この矢避けんのがマジでかっこいいな。そしてね、このね、ドリル攻撃もね、なかなかいい味出してますよ。いや、ミサイルかっけえ。お、勝っちゃったよ、普通に。HP ゲージ全然減っておりません。いや、避けてたもんな、結構。さっきは3機でね、ボコボコにしちゃったけど、これもう1機でも勝てるんじゃないかな。見ていきましょう。あー、すごいすごい。おー、ノックバックしてるぞ。電撃攻撃で。サンダーティラノですからね。さあ、サンダーでノックバック攻撃もあるし、近づいたらですね、この大量のロボットアームでやっちゃうぞと。おー、あ、負けたわ。やっぱ強えな、こいつ。HP ゲージ。あ、でも結構削ってたね。いやー、これはもうちょっとカスタマイズしてこいつに勝てるようにしてえな。まあでも半分ぐらいは削ってんのかな。もうちょっとで半分だったね。サイボーグプテラマーク2としてね、ちょっとこいつをですね強化しましょう。最強のプテラを作るぞ、ピッピガチュー。
真剣部屋。はい、というわけでマーク2ですね。いや、何が変わったのって感じがしますけれども、はい、この顔の横にですね機銃がつきました。今までマシンガンついてなかったんですけれども、さらに空中戦を強化するためにもねつけました。そしてですね、ミサイルが大量に増設されております。6門増えてるかな。多分これ以上ね重くしちゃうとうまく空飛べなくなるんで、この辺にしときましょう強化は。いや、背中のミサイルコンテナ、ミサイルポット、かなり存在感あるな。めっちゃついてるね。さあ、スローモーと戦いましょう。50人いますよ、不良軍団。さあ、サイボーグプテラマーク2初出陣。おーっと、吹っ飛ばされている。銃で撃たれたけれども、おー、すごいすごい。え、もう死んだ。いや、強ー、容赦ねえな不良に対して。お前も不良だな。いや、これコマンドボーもう50人だな。このサイボーグ強すぎるだろう。もう究極兵器と化してしまった。不良青年を盾にしたサバゲー野郎ということでですね、やってみましょう。レディーゴー。さあプテラめっちゃ撃たれてるけど大丈夫か。 HP ゲージ、あ、まだまだ全然いける、まだまだ全然いける。さあ、大量の本当にミサイル。いや、やばいやばいやばい。この空中からの爆撃がマジかっこいい。しかも機銃もついてるからね。いや、強いわ。楽勝じゃん。いやー、これでサンダーティラノにちょっとリベンジしたいね。またお前か。またひねりつぶしてくれるわ。パワーアップしたサイボーグプテラ、今度はティラノに勝つことができるか。さあ、大量のミサイルがティラノを襲う。さあ、そしてこのサンダーはね、相変わらずですね、ノックバックでね、かなり強いですね。さあ、機銃もついていますよ。 HP ゲージ見ていきましょう。おー、倒した。おー、強え。いや、強いわ。ちょっとさ、プテラノドン100匹ぐらい用意してさ、もうすごい空中戦みたいな。さあ、すごいバトルになるぞ。見ていきましょう、レディゴー。さあ、始まった、激しい空中戦が。おー、どうなってる、どうなってる。すげえな、もうスイミーみてえだな、プテラノドン。やべえやべえ、どんどん倒されていく。いやー、強っ。すげえな、このミサイルがマジかっこいい。おー、もう倒した。いや、強っ。いや、空飛ぶ敵といえばね、スウォームバグですよね。スウォームバグもちょっといっぱい配置して見てみましょう。さあ、大量の虫がプテラを襲う。さあ、どうだ。すごい数だぞ、プテラ。おー、たかられたらやべえぞ。さあ、ミサイルで爆撃するんだ。おー、すげえ。大迫力の空中戦が行われている。やべえやべえやべえ、あっという間に倒していくぞ。わー、ミサイルが飛ぶのがマジかっこいいな。この機銃もいい感じだ。おー、あっという間だったな。やば。さあ、サイボーグプテラ、お前に任務を言い渡す。あの、人間の集落を襲うのだ。いつも出されるな、このミッション。でもね、人間側もね、もう学習してね、警備をより強めてますね。ボディーガードが増えてますね。さあ、行け、サイボーグプテラ、お前の力を見せてみろ。さあ、始まるぞ、激しいバトルが。おー、手始めに、爆撃、矢をかわしながらの爆撃。いや、かっけえな。この地上部隊を爆撃するのがマジかっこいい。いやー、ミサイル強っ。いや、かっこいいね、こいつの戦い方。一番好きかもな。お、強い強い強い。どんどん人間の集落をやっていく。あ、戦車に撃たれてるぞ、戦車に撃たれてる。いやー、毒ガスもね、あー、やられた。いやー、やられてしまった。いや、やるじゃねえか。街半壊してるけどね、やっぱこの戦車が強かったね。ちょっとさ、サイボーグプテラさ、3機でやってみていい？決してさ、この街をどうしても破壊したいわけじゃないんだ。こいつらのね、ちょっとかっこいい勇姿をね、ちょっと3機だとね、もっとかっこいいんじゃないかと思って見てみたいんだよね。さあ、行け、プテロフォース！人間どもの街を攻めるんだ！おー、やっぱ3機いるとすげえ迫力だな。やべえ、やべえ、やべえ。いやー、怖いだろうな、こんなプテラノドンが襲ってきたら。さあ、戦車もいるぞ。いやー、すげえ戦い、超ド迫力。いやー、こいつがいるとすっごいなんかこう、賑やかになるね。いやー、毒ガスが待っている。おー、戦車が1台破壊された。残り戦車1台。おー！プテラ全員生きてる。まあ、そりゃそうだよな。強すぎだろ、こいつら。いやー、ひょっとしたらサイボーグトリキュラに勝てるかもしんないですね。こんだけの機動力、そして攻撃力があるんだったら、勝てるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。あー、ダメか、ダメか。いやー、強いな、サイボーグトリケラ。余裕じゃん。3分の1ぐらいしか減ってないね。ってことは、人間の街を破壊したプテロフォースに任せればいけるんじゃねえか。いや、なかなかすごい絵だな。ちょっと見ていきましょう、このバトル。さあ、どちらが勝つのか。うおー、すげえ爆発。おー、一気に倒した。まあ、さすがに勝てるか。
いやー、すごい空中戦だった。サイボーグプテラ作ってよかったわ。いや、いつも皆さんいいねとね、たくさんのリクエストありがとうございます。おかげさまで今日もリクエストに応えることもできたし、かっこいいやつができたんじゃないかなと思います。今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたね。